どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日はオキシゲノットインクルード、引き続きここの、海底工事を進めていきたいと思います。まあ床がないと不便なのか。で、電力を絶対に通さないといけないから、ただ電力は1本で通せばいいから、そうしたらこの電圧も節電できるから。で、ドアをつけたい。ここをタイルにして、待てよ、これを、ああこうなっちゃうのか、こうでもいいのか。これをこうして、で、ここをドアつけないと全部逃げちゃうからダメだね。ドアにしてあげて、そんなにでも無駄にしちゃうと良くないのか、逆に。なんでこれは、さっき、まあ、前回の最強装置は、あ、スペースがなくて、この電力のこの2つがあって邪魔で、このセンサーが上もつけたいけどつけれなかったねっていう話だったんだ。だから、今回は電力はここから引っ張るからつけれるんだよね。ということはここにして、これをやめて、こうして、で、ここを断熱タイルにして、で、作業をしないといけないから、はしごを作ってあげて、で、空気を漏らすとまずいから、こうして、で、まあ上から通れれば十分だよね。こうしてあげて、で、パイプはここに送って、これはどうしよう。下は主に酸素だけど、酸素と水素が混ざるのか。混ざるの？まあ最初混ざるよね。フィルター1個つけてるんだ。そっか。そうだよね。でも下のやつっていらないのか。って考えるとフィルターは1個いるから、あ、まあフィルターはここで使ってるからそのまま入れてあげればいいのか。だからフィルターも1個節約できるのか。なるほど。ということはここ配管を、こうやってこっち使おうか。こうやって通して、これ届く？建設、ああ、それが出てくるのか。これで届かないかな。いけなかったら上削るしかないな。とりあえずガイドラインはこんな感じかな。で、酸素はこっち送ってあげて、まあここで分離させてるから。で、電力が、電力はここから持ってきてあげて、こう、これで大まかなラインはできたと思うんだよね。で、大事な水か、水をこうでして、よし、これでいこう。さて、大変、逆流してるからね。こっちも直してほしいな。直すところはいっぱいあるしさ。氷は運びたいし、早くしないとどんどん死んでいく気がする。水蒸気邪魔だな。ここか。
電気はまだある。動き出してはいる。製造ね。まあそんなに今、まあ、食料欲しいぐらいか。金アマルガムも嬉しいけど、とりあえずこっち大丈夫かな。まあまあ、とりあえずこれがどれぐらいだよね。あ、ここ無理。そうとなるとここ頭2マスだから、ここまで削ればいけるかな。あんまりなんか地形に変化加えたくないんだけど、右下で食事量のところも結構ちょっと削っただけでなんか温度もすごい変わったし、木がまた多分視聴者が泣いてるどこかでご飯が食べれないなんて信じられないって。はい、さあさあやっていきましょう。将来のね、安全のためだからね。あ、これでいけるのかな。これ削んなくても大丈夫、いけるね。ここすぐできないかな。まあ無理か、忙しいか、みんなスタミナもないし死んじゃうって言ってる。失禁しました。まずいね。今行きます。どこで失禁したの、どこで失禁したのわかんないんだけど、これいや、これ無理だなぁ。どうするかなぁ。あー、そういう手もあるか。とりあえずさ、これ、でもこれ大して入らないんだよね。悲しいことに。150キロしか入らない。150キロって少なくない？だって、あ、じゃあ150キロとか、あ、結構入るのか。じゃあ、とりあえず、どれだ？あれ、どれだ？ないぞ。ロケット。違った。これか。なんだっけ？白から緑で出すから、とりあえず、どうなんでしょう？いや、金アマルガムでいっか。あれ、ここ作れない？なんで？なんで？土台がないから、もうここでもいいけど、いや、こっちじゃ困るんだよね。あれ、ここなんで作れないの。あ、植物が邪魔。これを掘り起こさないと邪魔。電力ないもんだ、これね。電圧がないあるってことじゃないよね。とりあえずさ、上に送るのやめよう。どれだっけ？家具。違う。あれ？どれだっけ？基地。基地か。なんで作れないんだろう。何が邪魔してるの？やっぱり植物か。
ここ植物ある？ないと思うんだよね。とりあえずそれやめようか、修理。もうやめて。修理を諦めよう。修理はなかったことにしよう。それで、もういいや、修理。それで、基地で白から入れて、まあ、出さなくてもいいから、これの解体をしよう。機体をちょっとラインは見せてほしいな。これを全部解体して、とりあえずつしか行けない。はしごが邪魔か。はしご解体していいかな。これも解体して、噴射にする。とりあえず、そしてこれやめよう。これで何、素材誤りダメージ、何どれ、はい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 、あ、これ通してないんだ、ここ。あ、そう、それまずいね。どうしたらいいかな。もう一個いる？気体フィルターで酸素にしてるんでしょ？だったらこの酸素を出さない。ちょっと次回ここも改善して、なるべく一個で済むように電力を節約していけたらなと思います。はい、それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミーゴス、またね。